はい、皆様こんにちは。シンガーソングライターの安ほのかです。今日は音楽を通してこの宇宙が何次元になるか3分の持ち時間でお伝えします。それでは早速、いつもピアノの上に置いてあるこれ、ただの飾りではありません。実はですね、これは宇宙の流れを示しています。宇宙の流れ、音楽を用いますと全て表すことができます。人生の喜怒哀楽全て音楽で表現できるように、この宇宙の全てを音楽で表現することが可能です。そしてこの音楽の流れ、いろいろ書いてあります。詳しいことは検索していただければ出てきます。ここではこの流れ、右回りがドミナント、左回りがサブドミナントになります。この流れを使いますと、ポジション CGDA という形で12ポジションで一周します。反対から言っても12ポジションで一周できます。ということは、これ全てで音楽の全ての流れを示しています。言い換えると、これが宇宙の流れの全てを表しています。この流れはここにあるように12のポジションで示されますから、ドミナントで回って12、サブドミナントで回っても12。ただ音楽には長調と短調がありますね。明るい感じが長調、そして暗い感じが短調。長調と短調はそれぞれ絡み合いますから、一つ一つが12のポジションですので、12×12、長調の12の分と短調の12の分が掛け合わせた、その答えがこの宇宙の次元になるわけですね。はい、では3分経ちましたでしょうか。これで、この宇宙が何次元あるかを紹介しました。